皆様今年もよろしくお願いいたします。雄一郎です。今年ももう皆様よろしくお願いいたします。去年ね頑張りましたよ、いろいろ。まあ今 YouTube ね、去年まあ今年で3年目になるんで、まあ、2年目は結構濃かったかな、内容が。もう僕が尊敬するね所ジョージさんの歌をこう最初お届けしてたんです。ただやっぱ僕もうボスの歌ももちろん大好きなんだけど、自分がちっちゃい時にボーイをずっと聴いてたんです。もうそこから僕こう調べるのが大好きだから、オールディーズにハマってしまって、まあロックンロールか、それでロックンロールをこう歌いたいなということで、もう僕の知人をいろいろ回って、それすごいかっこいいやつがいると、どうにかこうアポ取ってもらって、その人たちとこうお会いしてチャンスをもらって去年やらさせてもらいました。その僕が尊敬する、僕がちょっと年下なんだけどね、尊敬するんです。もうかっこいい、その人を呼んでみましょう。ジョニーパンドラのジョニーさんです。よろしくお願いします。しかもね、ジョニーさん、ジョニーさんが来るってことで今日ピンマイク、はい、はい、やりましたね、ジョニーさん。はい、よろしくお願いします。ジョニーさんです。もう紹介してください。もう緊張しちゃうから僕が、うん、はい、はい、ジョニーパンドラというバンドをやってます、ロックンローラーのジョニーです。よろしく、よろしくお願いします。かっこいい。2018年ジョニーさんと知り合って、はい、そうですね、うん、ジョニーさんはやっぱこう世界で活動してるじゃないですか。はい。なんでまたそういう風に世界でこのロックンロール、日本のロックンロールを広めようかなと思ったんですか。はい、もともと僕、まあ、日本人なんですけど海外で生まれたっていうのもあって、うん、あ、そうですね、やっぱり向こうに発信する、まあ一つのもうこういうスタイルも一つの日本の文化だと思ってるんで、うんうんうん、はい、文化としてなんか発信していきたいなと思って、うんうん、それで結構海外向けて本格的に 2,3 年前からやりだしたんですけど、僕もじゃあそのジョニーさんの心意気でこう俺もなんかやりたいと、それで名曲、はい、関東語でシンデレラリバティを歌いました。はい、それはそれで YouTube でアップしたんだけども、はい、その後ジョニーさん、まあ、海外の CM 決定しましたね。そうですね、その後、どういうことですか。その後でしたね、札幌ビール。いや、かっこいい、あれを見て、はい、ジョニーさんも頑張ってるから俺も頑張ろうかなみたいなそう、ありがたいですね。はい、ね、あれは本当いいですよ。そうだからね、僕もついてんの、あの後だったら多分ジョニーさん引き受けてくれない。いや、そんなことないですけど、それでね、なんと去年の12月21日にチェルシーホテルでしたっけ。そうです、渋谷のチェルシーホテルで年末、まあ、僕のツアーファイナルって感じで単独ライブをやらせていただいたんですけども、はい、なんとジョニーさんがそのファイナルで、皆さん、この私がゲストでね、出てくださいということで歌いましたよ。はい、なんでジョニーさんを呼んだかっていうと、はい、その部位があるんです。そうですね、ね、はい、私もありがたいことにシンデレラリバティ歌わさせてもらって、はい、じゃあ私のシンデレラリバティと、じゃあ僕の代表曲ですかね、ロックミーベイビーを今日は見ていただけますか。いいですか、私のチャンネル流して。ぜひ、はい、多分びっくりすると思いますよ、ジョニーさんかっこよくて。ただ負けじ僕も一生懸命やってます。はい、はい、じゃあ聞いてもらいましょうか。はい、ロックンロール。Now please take a ride, come on, baby. Lose your mind.
してここでもう一人ゲストを呼びたいと思います。 OK、 センターがやベースよりソムユイチロー。 Thank you very much。 ユイチローさん、今年はいろいろとねお世話になりましたけど、かっこいいよ今日はね。これね、ちょっと参ったね。はい、でもね、こういう風に、はい、世界でがっちり飛び回ってるジョニーに、俺はちょっとね、この曲を俺もちょっとね、世界に発信したいなと。あの曲ですね。お願いします。あとクールスのね、ナオさんもいることだし、はい、ちょっとね、関東もだから分かりづらいかもしれないけど、ちょっとぶっ飛ばそうかな。行きましょう。はい、オーライ、行こうぜ。あの曲、シンデレラリバティ。いや、かっこいいですね、かなりね。ただ、前回僕とジョニーさんがやったシンデレラリバティとちょっと違うところは、はい、途中からね、
あの日本語に日本語で、はい、そうジョニーさんとスイッチしてこうジョニーさんがこう聞かせるところか、はい、日本語で歌ってその後、はい、まあ僕がバトンタッチして僕もあとに日本語でね、はい、伝えられたかなと。もうションベンちびれそうになった。本当に全然そんな風には見えなかったですけどね。もう矢沢張りの、うん、いい感じでしたけど、これだけじゃもったいないで24曲あるので、はい、ちょっとまた次回も来てもらって、はい、あの後編ちょっとそうですね、もう一曲実はピューチューさん、ええ、歌ってるって歌ってます。実は歌ってます。はい、それではまた次回もお楽しみに。よろしく。ロックンロール見てね、次回も歌うよ俺。